はるみさん、こんにちは、かんです。ということで、今日はですね、この MVP ルカが実装されたっていうことでね、いっぱい使っていったわけなんですけども、なんかね、強いんかどうかちょっとわかんなくなってきたんですね。まあ、このキャラの強いところ、ざっと上げたところね、5個ぐらいで、まあ、悪いところをね、あの、2つぐらいでしたかね。で、今からね、あの、いいところから言っていこうと思うんですけども、まずね、身代わりを持ってるっていう点はめちゃめちゃいいかなと思います。身代わり状態の時はね、S s ゲージ増加量がプラス50%で SS が溜まりやすいと。しかも身代わり状態化スタミナ緑色の時でハイジャンプスマッシュが打てるっていうことで、 まあ、ハイジャンプスマッシュを打つとですね、スタミナは結構消費するわけですよ。それをまあ身代わりで受け止めることができるので、まあ、初めからね、結構スタミナのことを考えずに戦っていけるっていうのは結構いいところかなと思います。はい、続いて二つ目なんですけど、魅了向こうっていうのもめちゃめちゃいいですよね。グラスコートにおいて魅了向こうがついてるのはめちゃめちゃいいですよ。あのー、サクラとかね、ラインズマリリカとか、ああいうキャラ対策できるので、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。で、この子ね、SS s を打った時にですね、強化型ハイジャンプスマッシュっていうのを習得するわけですよ。でもこの強化型ハイジャンプ コスマッシュっていうのがどんなんかっていうとま時効とに戻ってくるドローショットっていうやつで。で、ま、も、あ、結構アイデア取りにくいんですよ。もうあの着弾した瞬間にもう触っとかなあかんので、まあ、それ結構厳しいと。ただまあスイングエリアを広げられてさえいれば。 あの、捉えてしまうっていうね。あの、そこはちょっとデメリットではあるんですけども。まあでも、スイング量を広げてるキャラじゃなかったら結構取るのはほぼ困難というようなスマッシュとなりますので、結構なね、得点源になるんじゃないかなと思います。でも、まあ、このキャラがね、枚数を打った時なんですけども、支援ギミックが出るんですね。ほら、これ支援ギミックに入って出てからですね、3秒間有効な地面空中向こうっていうのがつくんですね。これめちゃめちゃいいですよね。空中地面向こうついてたらいろんなキャラ対策できるので、これもめちゃめちゃいい。 ところかなと思います。で、続いても、あの、SS 打った後の効果なんですけども、これね、あの、サーブがね、いろんな球にね、変わっていくわけですよ。まあ、スピンで打ったりしたらカクンカクンっていくし、スライスやったらシューインっていく感じでね、結構強いサーブになるんですけども、あの、これって今までもいっぱいいたでしょフローリアとかね。あとは、あの、トレジャーオースクローとかもこういう性能なんですけども、トレジャーオースクローよりかはこのサーブめちゃめちゃ強いです。フローリアと比べたらほぼ同じです。はい。ま、ああの、ちょっと軌道は変わってくるんですけどね、フローリアと。まあ、あの、フローリアと同じ点で言えば、まあ 色が全部一緒なんですね。はい、スピンで言ってもスライスで言ってもフラットで言っても全部ねみ。 紫かなな、何色か忘れちゃったんですけど、全部同じ色のね、あの変化になるので、色で、この、この球はこういう軌道で来るなっていうのを判断できないんですよ。一方、トレジャーオースクロールは結構ね、あのスピンであれば赤色、スライスであれば黄色っていう感じでも色が変わってるので結構取りやすかったんですね。なのでその点では、結構このサーブはめちゃめちゃ強い点なんじゃないかなと思います。で、今からデメリット話していこうと思うんですけども、デメリットに関してはですね、この支援ギミックがちょっと弱いっていう点があるんですね。まあ空手地面つけれるっていうことはめちゃめちゃいいことなんですけども、 ま、このね、あの、陣っていうのは、まあ、あまり派ねないんですよ。これ、侵入して一部打球、チャンスボールね、変化って書いてるんですけども、これね、あの、一部打球が少ないんですね。まあ、スピンとかスライスとかロブとかね、そんぐらいしか派ねないわけですよ。スペシャルとかね、ギアショットとか、あとは SS とかもね、これ全部貫通していくわけなんで、ま、あなんか取りたい、自分がなんか抜けそうな球を取ってくれないっていうね、痛いところに手が届かない感じの、ま、ああの陣となってるわけですよ。最近出たルカであればね、それ全部取ってくれるので、ね、それを考えると、 なんか弱く感じるような気はしますよね。で、まあ、あのー、ラストのね、弱いところなんですけども、S スーパーショット、SSS じゃないとね、あのー、弱いっていうところなんですよ。まあ、あのー、この今の環境でですね、まあ、ケンセがいるわけですよ。まあ、グラスコートでも雪コートでもケンセがいるっていうのが結構厳しいところかなと思います。ケンセね、勝率52%っていうことで、そこまで高くはなかったんですけども、結構ね、あのー、使ってる人見るので、まあ、あのー、ケンセがいたらもう、ほぼ SS s 打てないと言っても過言ではないです。ただ、まあ、ギアでね、工夫すれば、打つ ことはできるわけですよまあ、どのようにねあの工夫していくかと言いますとこのスロットスキル3にですね試合開始から20秒間地面ギミック無効っていうねやつをつけるわけですよこれをつけることによってですねまああのリーダーに変わった時のあの強制発動の効果っていうのを、ね、無効化することができてそれで SSS を打つことができますあとはじあのー、陣に入ってさえいればねあの9時目無効がつけれるのでそっからは怖くないっていうような感じですねでまああともう一つねあのルカのま SSS、あのキャラの天敵というねラケットがあるわけですよそのラケット とかですね春らけなんですねこの春らけっていうのはギアショットを打つとですね返球時に6秒間 SS 改変強制発動を付与するロブショットっていうことでねまあこれでまあ打ってこられたらもう SS が、まあ、溜まってて、SSS にあと1だけで溜まるのにな、みたいな時にね、これ撃たれてしまうと、まあ、SSS が撃てないので、結構注意かなっていう感じです。まあね、あの、このギアショットは、まあ、取らなければ問題ないので、まあ、1失点わざとするっていうような戦い方で、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、MVP とかがめちゃめちゃ強いっていう話になったら、このラケットが増えるってだけで、まあ、賞味は、あの、そこまで来ないと思うので、まあ、別にね、その対策をする必要はないんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、僕はね、この編成で、まあ、雪コートの編成ですね。まあ、あの、グラスコートに行ったわけですけど、 でも雪コートにすることによって結構強くなるかなと思って使ってみたっていう感じですまあ1試合目は負けて2試合目は勝った試合になってますのでまあどちらも見ていってくださいどうぞ僕のチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方はぜひチャンネル登録してください はいというわけでやっていきましょうまあねルカについての説明まあメリットデメリットとかいろいろ話してたらですね5分ぐらい経ってしまってねまあ僕でもすごい驚きなんですけどもまあそれだけね MVP、e、ルカに対するね思いがね熱かったということなんでしょうきっとねはいというわけでね、まあ、初手はねこの霞で貯めていきますはい霞はねどんな効果があるかっていうとまあまずねこの編成っていうのはユキコウトの副属性を持ってるキャラっていうのをまあ入れておりますでまあ霞も持ってるのでそういう感じで入れてるわけなんです かすみっていうのは、ね、全部速いで打ったとしても10打球で SS がたまるっていうことでねちゃんとグッドとかジャストで打ってあげれば8打球7打球で打つことも可能となってますしギアもね3ポイント取るまで SS をかプラス25%をつけることによってですねまああの早く SS をためることができて、まあ、めちゃめちゃ初手キャラに向いてるっていうような感じですねほんで、まあ、ジャストを打っていくことができるのであれば、まあ、SS がたまった後にですねそのまますぐスペシャルで決めて、まあ、得点も決めてあのー、次のキャラに交代させることができて、ね、そこから SSS を打つことによってめちゃめちゃいいということですね。はい。というわけで、あのー、SSS、まあ、も打たんとで、ね、キャラでいってるわけなんですけども、まあ、あのー、CLA に関しては、まあ、キャラでいけるんじゃないかなと勝手で思ってるんですけども、それは間違いですかね。ちょっと分かんないんですけども、<laughs> 長いことね、使ってなかったんで、ちょっと、この情報がね、あの、デマの可能性も非常に高いとは思うんですけども、まあ、もうじきね、MVP ルカで SS s を打つと思うので、もうしばらく待っていていただけたらなと思います。で、まあね、まあ、MVP ルカを使っていく上でですね、 この雪コートにすることによってまあ起こるメリットっていうのはまあ相手が滑る可能性が非常に高くなりますよね。ほんで滑ったらね結構あの安定して真ん中に立つことが不安定なんですよ。ずっと右左右左手て、ね、揺れてまあ,あの球を取りにくいっていう状況になりますのでまよけとねあのこのドロースマッシュっていうのがね決まりやすいんじゃないかなと勝手に思っております。はい まあこうやって失点してしまったんですけど、これはしょうがないですね。セレナが強すぎるということでね、まあ、これは僕は悪くないということでやっていきたいと思うんですけども、ま SSS、あ、を打つとですね、真ん中に陣が出ると、ほんで空中地面ギミック向こうがつくけども、まあ、リープは全然跳ねないので、まあセレナに対しては強気に戦っていけないですね。いくらグラスはね、あのー、特殊スライス系のキャラがいないとは言っても、やっぱりね、あの S1 とかで。 こうやってやってくるんでほらこうやってね <laughs> だから聖なりは絶対勝てないっていうような感じですねあとは MVP 形成も結構厳しいとまあただまあ,あの靴でさっき言った通りね靴で対策してあげれば、まあ、そこは怖くないので、まあ、靴はそれにしていただいてまああとは普通にね戦っていっていただけたらいいんじゃないかなと思いますラケット僕シルビアラケットにしてますけども、まあ、別にねあのルーシュラケットでいいと思いますよ普通に SSS キャラにはねなのでそこのとこよろしくお願いしますそんでこうやって跳ねさして ハイジャンプできると思ったらできひんとかね <laughs>。ちょっとね、これハイジャンプスマッシュがね、できる時とできない時の差がちょっとよくわかんないんですけども、それは皆さんの肌感覚で安なってください。で、やっぱりね、こうやって、あの、普通にハイジャンプスマッシュじゃないわ、何やったっけあのー、 ドロースマッシュ打ってもね、リープされるのでね、そこはちょっと厳しいところではありますよね。ほんで、今がまあ特殊サーブですね、こういう感じで。まあ右からスマッシュ、スマッシュじゃない、サーブを打つ際はですね、スピンで左フリックでやっていただいて、まあ左からサーブを打つ際はですね、右にスライスフリックで打ってあげると、まあ一番変化しますので、それが一番おすすめかなと思います。まあただ、まあ逆をついてね、あのー、 左に折るときにスピンで左にフリックするとかも、まあなしではないと思いますので、まあそのような戦い方もしていただいてもいいと思いますし、それはまあ皆さんの,あの自由ですね。ただ僕のおすすめとしては一番変化する。左から打つときはスライスで右フリック。で、右から打つ際は左へスピンフリックっていうのがいいんじゃないかなと僕は思います。 んで、まあ、キャラとかね、こういうキャラ以外にはハイジャンプスマッシュね、めちゃめちゃ決まるんで、このドロースマッシュっていうのはね、めちゃめちゃ取りにくいわけですよ。僕、赤の王のスマッシュとかね、あと他のスマッシュとかも結構取りにくいので、まあ、あの、苦手な人は多いと思いますよ、普通にね。あんな取れっこないや、みたいな感じで、なると思うんですけども、先ほども言った通りですね、スインゲリアが広かったらね、結構それは厳しいところではありませんね。相手だけで振っただけで取れてしまうのでね、まあ、それが微妙なんですけども、まあ、これもさっき言った通りなんですけども、雪コートにね、こうやって滑るようにしてさえあれば、相手から右左、右左、 スイングエリアがいくら広くてもねスイングエリが離れてしまうっていう可能性も全然あり得るのでまああのー、このようなコンボするとですね結構ルーカ強かったりするんじゃないかなと思いますけどセレナ1体で終わる可能性は非常に高いです今みたいな感じで普通に負けましたはいほんでハロウィンオスクロは全然怖くないですねあのー、このジから出ても3秒間はね地面空中ギミック無効ということでまああの何の問題もなく戦えるかなと思いますただまああのあれですね あのー、あれです。何やったっけ打球に縮小がね、入る能力入ってるので、その分はちょっと受けちゃうんですけども、まあそこはうまいこと戦っていただけたらいいなと思います。あのね、先ほどね、あれをね、あの、即スマめちゃめちゃしてたと思うんですけども、なんか知らんけど、この M v MVP ルカのね、スマッシュはすごいね、打ちやすい。 <laughs> なんか打ち上げてからの即スマッシュ打つっていうのが非常に打ちやすいので、まあ、それでね得点力上げていただけたらいいんじゃないかなと思います僕がねこれだけ上手くなるっていうことはないと思うのでねあの僕あれなんですよあのー、クレーコートの当たり方のルッカ結構使ってるんですけど即スマがね成功した確率確率っていうか今までに多分5回ぐらいしかないんですよ成功したことねあんだけ使っとってなのでやのに、まあ、さっきの試合でもうなんか何回も打ってたでしょ即スマだからめちゃめちゃ打ちやすいと思うのでぜひとも皆さんもねあの即スマをし 習得していいいいいたただけたらいいんじゃないかなかと思いますあれ決まったら結構気持ちいいのでねまあそういう目的でもやっていただけたらなと思いますほんでこうやってまあ SSS まで貯めまして打つえ <laughs> 空分の回まあそれはまあ許してください皆さん, <laughs> んでもドゥンっていってまあこれはラッキーですね相手になんかベル大きいのお金取ったら結構邪魔なんでねまあこれは非常にラッキーということでまあありがたく点をもらっておきましょう <laughs> あああれま新、あ、エレンと戦うのはまあどうかなと思うよね多分あの初めの5打球のねあの刺さるような球も陣にかかることもないやろうしまあねきついところであると思いますよ勝てるキャラまあいっぱいおると思うねんけどなんか負けるキャラも結構多いかなっていうのが俺の印象かなまあ、ラインズ・マリリカにはどうなんやろな <laughs> 勝てるんかちょっと分からんけどまあでも シンプルに強いっていうのが、まあ、俺、感想かなうん、こうやって、ストレスしたら、決まるからみんな、ちゃんと打ってね。巨人化するまでね、ちょっと時間かかるわけですよ。なので、まあ、それの間で、時差で戦っていくっていうような感じでやっていただけたらなと思います。まあ、でも、ハイジャンプ打てるので、それもちょっと忘れずにね、前の方に行っていただいて、スマッシュを打つと。まあ、でも、たまにね、ハイジャンプスマッシュ打てない時があるのでね、まあ、1試合目の時きにはあったと思うんですけども、まあ、それだけには注意していただいて、だからやっぱ、肌感でね、 あの、それは分かっていっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、新エレンは多分ね、あの、キアラで勝てると俺は信じております。まあ、旧エレンは勝てますよ。でも、新エレンはちょっと分かんないですけど、まあ、こうやってスマッシュでね、ずっとバーンってね、相手体力を枯らし続けるというね、素晴らしいテクニックをね、使うことによって、まあ、勝つことができるんですね。<laughs> というわけで、まあ、今日の動画は以上で終わりたいと思います。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。